愛愛知工業大学4年ロボット研究室の皆さん、現地 GSA ゲームズディスタッチャーシラフでございます。日曜日モコとアイムハイエンツクス、トータル12レース頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。10ゲームが浮いてることを理由に少し長めの完璧な挨拶とさせていただきました。さてやっていきましょう。よろしくお願いします。ってことで、第一です。コツコナッツボルツなんで、まずこういう初動でキノコを引いて、絶対吸わない、気をつけて、はい、しっかりと前をしゃしゃり出る。前にしゃしゃり出方がすごく美しいしゃしゃり出をして、赤コーラもう間に合わない、もう今日はだからね、暑さがってんだよね。めちゃくちゃ入念にさっきね SQ のラウンジもやってきて、かなりねいい状態でこのねモコはアイムハイエツクスに参戦できそうと思ったけど、ちょっと話変える。一旦話変えさせて。おお、何、うわ、赤コーラ俺かと思っちゃったじゃん。あー、使っちゃったね、前々でいいでしょ。でも大丈夫。でも、己を信じて走る。一旦こっちから行きたい。またクラクション？今日なんか来てるね。今日何か来てるね、本当に。本当に何か来てるから、これは無駄にしたくない。こんだけ神様が微笑んでくれるんだったら、俺も微笑む。ちょっとね、下ルートでやる、普通に。クマって蹴れんのかな、これ。もう一回やってみていい？オッケー、蹴れた。よかった。クマなりに蹴って、当たらない、インコースガウンザリー。さあ、もうテレサ来ない、頼む。ジャンピングアクション入れて、オッケー。早い、すごく早い。美しいビューティフル、トゲも早く来ていいよ。ここで早く来てくれれば、消すしかない。もう来ないで。ああ、このタイミング、ああ、もう最悪だ。オッケー、これ軽減。当てるしかない、これ。当たれ。やつに当たれ。当たんなかった。こっちから粘るよ。うわーっと、もう多すぎないか。それなし。危なすぎ。ジゴッタッタッサーイ。神様が微笑んでるか微笑んでないかわからないんだよ、マジで。これでは明日はテストに負けたわ。いや、微笑んでたはずなんだけどなぁ。何なんだ？いや、なんかやっぱり組まないで、この壁蹴れないの、なんとかならないの。まあ、俺が下手とかっていうね、一言で丸め込むやつもいるかもしんないけど、やっぱり蹴りにくい。蹴りにくいのは事実じゃん。そこはみんな納得してくれるでしょ。蹴りやすくしろよ、姿勢だけでもいいから。姿勢補正で、どんなカートも、もう壁に入れての、減速がなしみたいな。そんぐらいやってあげてもいいと思うけどね。軽量級は壁減速なし、常にアシストついてるぐらいの、なんか補正欲しいわ。で、これで外のメダル、ここで内側入らずに外のメダル取っちゃうんだよね。これで風もらっちゃうんだよね。風もらっちゃって、多分後ろ赤コーラ俺じゃないやつ。君赤コーラ、待って、その赤コーラどうぞ。投げていっつったじゃんねえ。メダル取ろう。こうなったの打開なんだよ。弱、絶望的に弱い。絶望なんだけど、それを希望に変える力は俺は持っている。それを希望に変えれるんだよね、俺は。もう一回止まって、そう、これキラ引くじゃん。で、これでもう一気に上がっていく。後ろ詰まりすぎてるから、やばくないでしょ、後ろ詰まり方。前二人抜けすぎだろ。つまりここで一気にめちゃくちゃ抜けるってこと。うわ、6人使ってどう。3打いいさ、言ってもキロさん3打振れ。即振らない。なら俺は詰めるしかない。残された3つじゃただ一つ詰めること。メダルは10枚。サンダが降る可能性もあるから、あ、当たらない、ボムもない。こっからよ、マジでこっからどんどん詰めよう。どんどん詰める。
いや、なんだよお前それ、なんちゅうタイミングで取ってんだよ。この3人の戦いだね、これ。この3人の戦いであるということは確かだ。確実にいける。3-3でしょ。運はそこまでよろしくはないけど、午後、いや、よろしいね。スタート。わーっと、痛恨のスタダミス。1回メダル集めよう。こうなったら一旦ここのもメダル集め、3枚ね、OK。あー、メダル取れない。まあいいでしょ。とりあえず切り替えていく。切り替えて、まずこのメダル、OK。風ちょうだい。OK。あ、大好き。子猫ちゃん大好き。一生長くしよう。君のことは僕に任せて、君のことは僕が守るから。前蹴散らして君のこと僕が守るから任せて、OK。スター。なぜ出ない、なぜ出ない、なぜこれスター出ない。メダル欲しい。メダルまだ5枚しかないから。このメダル、OK。このメダル、ここもなんか1個欲しい。これ、キノコ使っちゃう。ここも使っちゃう。ちょ、ゴリゴリサイン来て。OK、ゴリゴリのサイン。ゴリゴリのサイン、メダルも8枚。悪くはない。赤コーラか。投げてくれたりしない？ナイス。本当にナイス。本当にナイスだよ。あっぶない、君そのプレーは誠に危ないよ。ちょっと前でさせてもらう。ダブルはもちろん取っていくよ。さあ OK、 防御は硬いぜ。お兄ちゃん防御硬いよ。お兄ちゃんめちゃくちゃ防御硬い。こいつやる。ニスコバッツリ。 OK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 、 めちゃくちゃいい。防御も硬いし、そう、皆さん、オッケー、絶対勝てる。絶対、あとは総力だけ。総力で詰めてくる。それ、やばすぎる。す、奥。速攻ゲーション。さあ、この、イカスミ、あっと悪くない位置だよ。あらほら、いや違う、逃げ耐えるしかない。これ煽ってんじゃねえぞゴミ。あいつだからストーカーのやつなんだよ。これ大会とかにも合流してくんだよね。皆さん分かります？この彼のちょっと情報、もう完全には募集してるんで、見つけたら、マジで僕の方までよろしくお願いします。こいつマジで俺消すから、この世から。もう警告したし、ツイッターでも。よし、第4レースは DK スノーボードクロス。このストーカーマジでぶちのめすわ。お前本当にもう警告したから、もうごめん、もう許さない。昨日まで許そうと思ったけど、本当に許さない、お前のことは。これは別にネタとかじゃなくて、動画が面白い、つまらないとか、そういうの置いといて、俺はお前を絶対許さない。絶対に見つけて、お前の親の前で、さあ土下座させて金払わす、お前に、絶対に謝罪料として、こう妨害料として絶対にやるからな俺。バース、せどう吸わない、それ吸わないか。これダブル取ろう。一旦こっからダブル、オッケー、ダブル防御。よし、これでメダル集めたい。メダル集めたいんだよね、マジメダル集めたいんだよね。処理悪くない、落ちないで、耐えて、オッケー、ギリ耐えた、オッケーオッケー。なんか被弾してる、自ら被弾してる。サイン入って、オッケー。答える、これ1出る、これ1出る、大丈夫、絶対大丈夫。オッケー、お付き。ダブル防御だから変なことしてやれ。行こう、一旦変なことせずに行こう。ダブル防御しっかり持ってちゃんと張るわ。1あんま入りたくなさもあるけどね。まあでも張るわ、ちゃんと張る。ゴミカスなんだよやってくること。うわ、最悪なんだよ。ちょっと待って、橋最悪だから、ちょっと集中しよう。 OK、 なんか多分ミスってるね。ミスって消えたわ、あいつ。どう処理、ちょっと1は出ちゃった。また1で、無理せずにこっちから普通にダブルボケ捨てちゃったね。でもどこ行った、あ、またいる、また後ろにいるな。ここ当たんないか。まあでも表メダル、使うか。ちょっと使って構えろ。 OK、 赤コーラ来た。無理やりいいか取る。 OK、 無理やりもいいか取って、
でこれ無理やり取ったらマジ偉い。もう来んだ。それで消える。大丈夫よ。もう冷静に超安全に行く。でも飛びすぎた、飛びすぎはせいでアイテム取れなくてマジでヤバい。ただ大丈夫、俺を己を信じて、己を信じて逃げろ、己を信じて逃げて、邪魔やがれ人の身が。よし、やっと1位だった。でお前は絶対見つけるだろ、絶対に見つける。部屋変わったんですけども、なんかバグりました。部屋がマリオ8人ぐらいいんだけど、恐ろしい部屋に入ってしまった。これ絶対勝たなきゃいけない、これは。そうだ、CPU が変なね、サンダーとかフラッシュくる可能性あるから、マジこれ絶対勝たなきゃいけない、絶対勝たなきゃいけない。まずメダル3枚 OK、 指貯めてケツつけてくる。いやこれ OK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 、 多分ゴルバツ当たったね、あれゴルバツ。なんかラグったね、あいつ。 OK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 、 おつけ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 、これもう、もう逃げる、マジ逃げる、マジ逃げる、マジ逃げる、ガチ逃げ。これも使う、メダルも取る。2枚、見たもダメね。でもう一回ここから家見てまた食べるよ。こうバナナ打てる、いやらしく、多分あそこいやらしいと思う。どう、多分メダルがもう10枚っていうのが強い。ちゃんとこう3連勝利もかっつり決めて、かっつりと OK、 潰しちゃってる後ろ。あとクラクション引きたいね。あ、めちゃくちゃ潰しちゃって、もう最高。こうなれば、こうなれば熱いんだよね。こうなってくると熱い、非常に。もう俺はメダル10枚でどんどん突き放すまで。真ん中置きたいね。ここら辺。真ん中じゃない、だいぶ真ん中じゃない、その。トゲきた。これ消すしかなくて。あ、真ん中バナナ、それ熱い。あ、バナナ経験できないか、くっそ。大丈夫だよ、落ち着いて。ここ落ち着き重要。トゲ一発でだいぶ詰まるし、なんだそのキラーは。OK、コンピューターってよかった。ここも3連勝利。メダル取って。ああ、でも、しかもアイテム5のはず。後ろアイテム5のはずだから、大丈夫。これ、結構いいサンダー。コンピューターありがとう。これ、俺に、めっちゃプラスなサンダーだと思う。これもインサそう。これもインサして、もうメダル取りに行かない。もうイン、五輪。五輪で逃げる。もうとにかく距離。こっから距離稼ぐ。もう防御とかダブルアイテムとかバナ軽減。バナ軽減して、メダル取って。いや、お金、すぐ、慌てておかない。慌てておかないよ、これ。うわ、そのキノコ、すごい誘惑的だったね。さあ、ここは慌てない。ここでしょ。OK、ダブル取れない。あ、当たって、当たって、OK、OK、OK、当たったね。おつけ、おつけ、おつけ、OK、これもらったべ。これもらった。よっこらショット。ありがとう、お母さん、一応よし、OK。まあ、そりゃね、慌てないよ。慌てない、慌てない。しっかりとあの、ボブ、いいだわ、最後。いいよ、もうこういう部屋でもしっかり石もらってきたんだよ、ね、悪いけど。すごい最後爆発しなかった、しずえ。さあ、現在5レースで62点というかなりの快進撃をしてるから、マジで集中して、もうこれランクインところがもう1位目指すよ。モコーとアイムハイ、エツツ初の優勝。それを掲げて頑張る。スタート、しかもしずえで。これ革命でしょ、どう考えても。そんなことできたら。メダル取りに行きたい。このメダル俺のメダルだっつってんだな。俺のメダルに手を出すな。うん。マジで。で、こっから一旦消える。もう5枚集まったから、ここから消える。ここから消えて、アイテム1個取って、1個取ってもう1個取って。で、これスター確定。OK。おつけおつけおつけ。マジパーフェクト。100点どころの騒ぎじゃない。で、これスター使う。OK。キラーいた。さてさてさて。これね、サンダー引いてなくない？これサンダー引いてないよね。これサンダー引いてないぞ。それやばい、普通にやってること。サンダー引いてない、引いてない、絶対引いてない、絶対引いてない。これ100引いてない。なんでこれ持っていく、ここでいく、一旦行って、一旦これ一気に行って、危ない、見えてる。ここで入れるでしょ。テレサ強っ。これ6機で1番出ればテレサすぐ使って勝てる。強すぎ。神パーフェクト、パーフェクト。
チートなんだわ。ちゃんとサンダーが出ないことも分かってる。距離を見ればね、プロ。いやこれガチで総合1位やる。ガチで静江で主催者で新しい大会で1位やる。チンツコ7レース目ガチ頑張る。ここも最初ね、前行ってね、ちょっとね、メダル集めたいんだよね。俺、1スタートの打開の仕方、まず最初前行って、メダル集めること。これもう絶対。投げてくるよ。投げてくるの分かってるから、ちゃんとそこ見る。見ること重要。見ること重要。で、これしっかり止まって、これダブルコーバー。OK。OK、OK。おー、つけよう、つけよう。これあと運ぶだけ。あとこれを運んでいくだけ。あとこれを運んでいくだけで勝てる。シンプルなゲーム。何も難しくない。でもインコース来るから、ちゃんと避けて、ちゃんと避けて、無理はしない。無理はしない。1位相当9で割れるんだったら、これ使っていいスタ。いや、割れないね。割らしてもらえない。それは何お前。冷静に。サンダービスここで振っても構わない。そこは落ちるんだよ。そこはそこは構う。マジで。ただまだ勝てる。ここで諦めてるやつはマリオカートやる資格ない。もう行こう。一旦戻ろう。スタ。あー、マキシャムキロ悪くないよ。相手前止まってね。オッケーだよ。こっから行っちゃおう。こっから行っちゃって。危ない、見えてる。サンダーもう一発。ちょっと待ってね。待ってね。逃げろ。大丈夫だよ。頑張れ。読んで読んで。いや、バーコ。耐えた。8位ですね。ここで1位取ってジャスト100点で終えたい。えガチで。ここ超重要。超重要なキノピオハーブ。落ちるともそんなないからね。さあ基本的に落下することがないコースは俺強いから。マジで。これ覚えてるみんな。サワヤンゲームズ勝ちたいのならば、落下してんじゃねえか、マジで。落下してんじゃねえか、マジで。唯一の落下っぽいちゃんと落ちてんじゃねえか、お前。コンメダル2枚。OK。見えてる。ちゃんと見えてる。そこ取るんだね。これ使う。一回もう一回、そこスター出ない。CPU?CPU ですね、これ。CPU は容赦引いといて。うん、CPU にもちゃんとキーパー向いていく。メール一枚取れたから。強くね?もう強くね?こんな。冗談できれ。あ、避難してる。これ持ってこう。持ってこう、これ。これ持ってこう。前も詰まってるから荒れるでしょ、確実に。ほぼ確で荒れる。処理も完璧だよ。4で使っちゃおうもん、これ。オッケー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 。3だ、どう?なんか気分的にどう?え、1位どこ?めちゃくちゃいいキラーじゃんこれ。時も言ってる。お疲れ様。爆炸警戒、バナ警戒。これ一回ちょっとキープして、何をしたいかって次、ショトカで使いたいんだよね。オッケー、ナイスバナナ。どこ?二トゲ、二トゲ読む。二トゲ読むでちょっとキープか。二トゲ読むでちょっとキープいくわ。何持ってる?何持ってる?多分。何持ってる?処理もうまい。キープ、ああ!それは罠じゃん。オッケー、バナ食わして。一旦ダブル取る。冷静、これトゲ譲り。嘘だろ。でも大丈夫、でも大丈夫。赤コロ取られてる。もう一回トゲいくから、これもう一回トゲいって俺勝つで100点。キロを使ってちょっと詰めよう。赤に冷静に。ここでまず1個、もう1個。あぶねえ、ラビお前。うわ、ライチ100点冷静沈着、完璧だ、完璧。危なっ、100点入撃か。
マジ優勝ある。てか8レースで新鮮で100点ってヤバくないか。さあ残り4レース。おいお前たちマジ優勝見えてきた。ちゃんと有言実行して集中してる。ムーブも完璧、相手もちゃんと引けてる。神様が勝てと言っている。そういう日には絶対に勝たなければならない。自分では予知できない展開が起こりる瞬間スタート。しかもそれがいい方に起こった時、こういう時は、ね、絶対みんな勝たなきゃいけないんだよ。これ覚えておいて。絶対に勝たなきゃいけない時あるから、これちゃんとブレーキ踏む、ちゃんとブレーキ踏む。で絶対なんか潰し合い起きるから、確実潰し合いが起きるから、ここも無理しない。 OK、 アイテム取って冷静にいく。うわ、防御引けないか。投げてくれる。 OK、 やられてキノコ2個使って防御。絶対吸わない、絶対吸わない、絶対吸わない。見えてる、すべてナイスだな。これもう1個投げていいよ。やってくれる、やって、しかもバナ食わしてシールと爆弾だけ。さすがに投げてこないでしょ、さすがに投げてこないです、さすがにね、さすがに投げてこないと読みたい。大丈夫、これ見たら友人、こいつ信じるわ、こいつ信じて走る。大丈夫、処理も大丈夫、投げるでしょこれは。時も言ってる、ラインずらしてこれ食らってもらって完璧だよ、完璧だよ、マジでマジ完璧、うまい、うますぎる。しかもこれ裏にキノコ持ってるっていう黄金パターン、黄金パターン来てる。勇気を貯めて、気迫で貯めて、あとは落ち合いで、それ非常にまずい。非常にまずいんだけど、気上げなんとかするしかない、気上げなんとかするしかない。こっから気上げの見せどころ。何持ってる、いけ、うわぁ、すげぇ、マジ強ぇじゃん俺。始まったぞお前ら、俺のゲームが。熱いマリオカートやってきたね、久しぶりの無双会。いやこれは来たわ、115ポイント文句ある。第10レース、残り3レース、奇跡を起こすリボンロード。もし次残り3レース全部1位取ったら160点という前代未聞の数字を叩き出すことになる。早くそれを狙うスタート。奇跡だからどうしようかな、とりあえず一旦前なんだけど、いやここでメダル、これ冷静3枚、これ冷静に3枚で、ここで1枚取って、ここで6枚。それ恐ろしい、やってることの恐ろしさ尋常じゃない。置いてる可能性ある、性格の悪さがにじみ出てる、顔に性格の悪さにじみ出てたから、この避難をしないというね、リスクヘッジが今日はできてる。マジでリスクヘッジ能力がちょっと今日たけてるわ。これ1個使うか、キノさんでちょっと前もう俺前出るよっていう裸だね。これ前出さして、俺マジトゲ受けるから、マジで任して、いやマジで任して、俺トゲ受けるから、ガチでもう本当に任してほしい。何もせず俺に任して、バナ見えてるそれ、ダブル残すからね、コミュニケーション取ってこうぜ、マジでコミュニケーション重要、コミュニケーション。後ろ潰し合ってる。さあどうする、サンタ降るっていう読みも兼ねて OK で、トゲが来たで、俺キノコもう一個あんだよ。ショト化しながらエッチなムーブかまして、この変なワンワン自体もしっかりと OK 相手前、集中しよう、トゲはもういったから、ちょっと集中しよう。求められてることって集中することだけなんだよ。一瞬キノコ引いたらしょうがない、上がり以外
強すぎる。負けない、負けないよ、負けない。あの緑で畑してんだ一個。ええな、負けない、負けない、ガチで負けない。1位がある。え、やばっ。うえっ、うぬえっ。奇跡が舞い降りている。いや、マジでうまい、マジでうまい時の俺がいる。今日はマジでうまい時の俺、たまに見せないとね、舐められちゃうから。こう当ててね、スタート。やだね、本当にこのコースはやだ。でも使って頑張る。ダメじゃなくていい、ダメじゃなくていい、マジで。赤コラだね、隣赤コラだね、ナイス赤コラ。あーくそ、そこ当てられるか。あべ、うん、見えてる、見えてる。緑やばい、ナイスのし。なんか弾かれて俺の方来たりしないね。これ昨日さんもう一回引けるよね。赤な、赤な匂いだった。そうだよね、一回メダル、一回冷静にメダル、一旦冷静にメダル。マジで6位でしょ、6位なら6位割ってキノコ出るよね。 OK、 割ってもらってありがたい。さあ、このちゃんと見えてる、ちゃんと見えてて、バックスもちょっと警戒。当たっちゃうか、ダメ取る、冷静に。もうどんどん投げる。後ろからパックンが来てる音がするな、気のせい。それまずいね、本当にまずい、本当にまずい時のやつ、本当にまずい時のやつ、本当にまずい時のやつ。やばくて、当たって6で耐えよう、6で耐えるわ、全ては完璧。なんとか潰したいな、か最後。もう6でいい、6でいい、もうこのコース6でいい、もう欲張らない、6番ちゃんと上位は取ってるから欲張らない、6でいいんだよ。うん、何点、7点、8点くらい入るね。うん、 OK、 7点、もう全部最後、最後、最後1位取って152点、もうまだ優勝ある、まだ全然優勝あるから、6でもここはいい、耐えよう。さて皆さん、最後1位で152ポイントで、いや、ガチで優勝ある、ガチのガチである、リアルガチのやつ。加藤、ここいや、打開でいく、悪いよ、ちゃんと打開でいく。ちょ、待って、そのシーンやばい、そのシーンやばいから一旦こっちから、そのあの加速もやばいんだけど、まあでも大丈夫、全部想定内、全部想定内。これでまずメダル、あ、アイテム1個取って、でメダルも全部 2枚は取れる。 OK、 OK、 でスターも引けて OK、 もう実質完璧、実質パーフェクト、パーフェクトって言っても過言ではない。これ9位割れる、しかも最高、最高、最高。もう即算なんか、コンピューター即算お願いします。だから緑の音してるの何、使うしかない。もう振って避難したら負けるから、これ振って、なんかパツくん死んでくれたらマジ熱い。すごい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 、シングルでいい。それつらいね、それつらいね、それつらいんだけど、メダルはほぼ10枚あるから自分を信じる、あと自分を信じて。ああ、もう避けれない、これまずい、これまずいです、これまずいです、これまずいです、その FB まずいです、その FB まずいです。当たったら終わる、6位割れる、6位割れる、 OK、 キロさんよし、 OK、 まだある、爆炸警戒、耐えて、無理やりでいいから、無理やりでいいから耐えよう。ダブル取れる、キロさん、うっちゅ、マックスこれ 140?
27! え、どうよ、え、どうなの。1位は無理かもしんない。でもトップ3には入ってるだろう。わあ、もういい、もう1点差じゃん。もう、うーわ、結果部第171回木曜タイムアイツ、私3位ですね。うわ、惜しかった。本当に最後2位だったら1位だよ、単独。うわー、第1位サワヤンファン、148ポイント、優勝おめでとうございます。同率1位、下全員シーザーうわら、148ポイント、おめでとうございます。言わねえよ、今日は言わねえ、さすがに多すぎる。うん、第3位アソ俺、うん、147ポイント。第3位素晴らしい表彰台。第4位、君にエールを送る144ポイント。第4位、麦わらのルフィ144ポイント。第6位、マリオ使いシーザー143ポイントもらいます。第7位、BR 黒星智也黒星141ポイント。第7位、A 八分音符141ポイント。第9位、抜き抜きおじさん140ポイント。もう最悪な名前。第10位、おちび139ポイント。第10位、ひじき大好き139ポイントもらいます。おばちゃんかな。第12位、かいち。137ポイント。第13位ニンフィアン136ポイント。第13位ワロン指名136ポイント。第15位テケ白星132ポイント。第15位ココンヌクオ夢で132ポイント。第17位ラミ131ポイント。第18位テラゴ130ポイントです。第19位おかゆポテ129ポイント。第19位ハル129ポイント。ということで皆さん素晴らしい成績の中で、素晴らしい神回とさせていただきました。147ポイント大無双回木曜タイムアイツ過去最高得点だと思う、これは。はい、ということで、皆さんぜひ高評価、グッズボタン、そしてチャンネル登録、そして何よりもこのチャンネル登録した人、ぜひ通知をオンにして、動画を見逃しないようよろしくお願いいたします。また2本目のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー。